あの超能力者が明かした宇宙人と地球の危機とは。ようこそ、ナビゲーターのルカです。偉大なる超能力者の一人としてユリ・ゲラー氏を推す声は多いでしょう。その彼が UFO 宇宙人に言及したことで世界中から注目を集めました。なぜなら、そこには驚愕の真実と予言が含まれていたから。そこで今回はユリ・ゲラー氏の語る宇宙人についてご紹介します。お楽しみください。超能力者ユリ・ゲラー。ユリ・ゲラー氏は冒頭でもご紹介した通り、世界で最も有名な超能力者の一人です。1974年に来日した際にはテレビに出演し、スプーンを曲げたり壊れた時計を動かすなどの念力パフォーマンスを披露して一躍時の人となりました。もちろん彼の超能力に懐疑的な目を向ける方が多いのも事実。ただ後に彼が超能力でいくつもの油田を探し当て、その国を豊かにした事実などは見逃せないでしょう。そんなユリ・ゲラー氏に宿る特殊な能力は、彼が3歳の頃に見た衝撃的な光景から始まったといいます。その光景とは、テルアビブの自宅近くの大きな庭園で遊んでいた時のこと。その時ユリ・ゲラー少年は鮮やかに輝く閃光を感じました。それは凄まじい閃光でしたが、夢や幻ではなく現実の出来事です。しかも彼は確信したといいます。その閃光は空の彼方からやってきたものだと。この時はただ閃光を見たということで終わりますが、そしてその後成長するに従って少しずつ不思議な力を発揮するようになったといいます。それ以前にもそれ以後にも自身に降りかかった不思議な出来事はありません。ユリ・ゲラー氏は自身の特殊能力はあの時の閃光が原因に間違いないと確信しています。ユリ・ゲラー氏曰く、私のこの力は私自身から発せられるものはなく、外部の力が私を通じて具現化するものと信じています。しかもそれは地球上から来るものではありませんと。またこうも続けます。私たち人類の存在理由とは、もっと壮大な仕事任務のために準備されたものだと私は考えます。その仕事というのは地球上のものではなく、他の惑星、つまり宇宙でのものかもしれません。誤解しないでくださいね。これは人間の死を否定するものではありません。人間は、いや、人間の肉体は死にます。しかし私たちの魂はエネルギーとして、もしくは再び人間として生き続けるのです。これまでの出来事、私の持つ不思議な力で皆様にお見せできる出来事、それらは今後どのようなことが起こるのかを示すほんの一部に過ぎないのです。それは大変複雑で壮大な大計画の一部。例えるなら宇宙全体のような人類や地球なんかを凌駕する大計画の。よろしいですか。私たちはこれからますます大きくなる出来事の準備を整えている。これまでの事象はすべて今後起こる不思議な出来事です。私たちにはもっと大きなことをなせる可能性の示唆、その前兆に過ぎないのです。ユリ・ゲラー氏が人間の輪廻転生を強調したことに驚きますが、それ以上にこの驚愕の内容の告白には彼の使命感のようなものが感じられます。近い将来に起こるであろう大きな出来事、彼はその架け橋になるという覚悟を持っているのでしょう。ユリ・ゲラー氏と宇宙の関係性。ユリ・ゲラー氏の口から宇宙という言葉が飛び出しました。スプーン曲げの印象が強いユリ・ゲラー氏ですが、そもそもが超能力を有する人物です。その彼が発した宇宙との言葉からは、いよいよ何かが起こるのでは。良くも悪くもそうした緊張感が漂います。なぜなら、前述したようにユリ・ゲラー氏の能力の源は宇宙。そしてそれ以外にも彼は宇宙と大きな関わりを持っていました。機密文書が明らかにした事実として、アメリカ合衆国の対外情報機関である CIA がかつてユリ・ゲラー氏の超能力を検査したとあります。その検査は NASA の施設で8日間にわたり行われました。この時にユリ・ゲラー氏はアポロ14号の宇宙飛行士であるエドガー・ミッチェル氏と面識を持ち、親交を深めていきました。ある時ミッチェル氏がユリ・ゲラー氏にこう伝えます。一度ブラウンに会うといい。
おそらく彼との出会いで君は成長すると思うよ。と、ブラウンとはロケット工学の父と呼ばれる航空宇宙エンジニア、ベルナー・フォン・ブラウン氏のことです。元ナチス党員であり、第二次世界大戦で彼が開発した V2 ロケットは相手国を震え上がらせました。彼の能力を高く評価したアメリカは戦後、自国でのロケット開発に参加させたといいます。後日、ミッチェル氏に連れられ、ユリ・ゲラー氏は NASA の施設であるゴダード宇宙飛行センターを訪れました。もちろん、ベルナー・フォン・ブラウン氏との面会のためです。著名な超能力者であるユリ・ゲラー氏のことは、ブラウン氏も知っていましたが、その能力には当初懐疑的だったようです。しかし、彼が身につけていた指輪をユリ・ゲラー氏が念力で曲げてみせると、彼の考えは一変。二人を心よくオフィスへ招き入れたのでした。これを、そう言ってブラウン氏がユリ・ゲラー氏に渡したのは、奇妙な金属片でした。その時の様子をユリ・ゲラー氏は次のように語っています。その金属片は非常に滑らかな手触りで、まるで真珠、虹を反射する感じのものだった。そして持った瞬間に振動を感じた。呼吸しているような、そう、生きている感じがしたんだ。私がそれをブラウンに伝えると、彼はその見解は正しいと言った。そしてそれは墜落した UFO の金属片なんだとも。その後、ユリ・ゲラー氏はブラウン氏に連れられて、敷地内の建物の地下3階に行き、そこでも不思議な体験をしたといいます。そこでは南極で着用する極寒地用の防護服を渡され、私たちはまるで巨大な冷蔵庫のような施設に入った。施設内には NASA のロゴの入ったコートを着用したアメリカ軍の兵士がいた。最も驚いたのが、そこに UFO の残骸、そして宇宙人の遺体が並んでいたことだね。この時、私は宇宙人の存在を確信したよ。噂として囁かれるアメリカ政府と宇宙人のつながり、ここでユリ・ゲラー氏はその実態を見たことになります。そして彼はこう続けました。実は、世界の主な指導者は宇宙人の存在について知っている。ではなぜ一般のレベルにその情報が共有されていないのか。それは多くの人々にはまだその事実を受け入れる準備ができていないからだと思う。アメリカ政府は宇宙人に関してこれまでに公表していることよりも多くの事実を把握しているはず。UFO の残骸を回収したのもしかり、本当はそうした事実を公表したいのだが、多くの人類はまだその心構えができていない。しかし、いずれその心構えができるようになるでしょう。私はそう確信しています。これまでのアメリカ政府と宇宙人の関係性を指摘する声は、アメリカ政府が自分たちの都合で極秘にしている、との見解がほとんどでした。しかし、ユリ・ゲラー氏によれば、その事実は確かに存在するものの、極秘にする理由が異なるようです。彼の話を懐疑的に受け止めることもできますが、登場人物を見る限り、この話をすべてフェイクと片付けるのはどうでしょうか。ユリ・ゲラー氏が投稿した映像が話題に。さて、そんなユリ・ゲラー氏が2023年に SNS に投稿した動画が話題となりました。その動画というのが、奇妙な円筒形の飛行物体を映したもので、ユリ・ゲラー氏は、これは間違いなく UFO です。宇宙人が存在する証であり、宇宙人が私たち地球人を監視している証拠でもあると確信している。とのメッセージとともに、アメリカ政府に対して、これまでの経験から真実が抑制された経緯は承知しています。ただ、もう時代は変わりつつあります。と、UFO、宇宙人について公にするように伝えました。ユリ・ゲラー氏の投稿した動画は20万回近くも再生されています。また動画には数多くの称賛のコメントやいいねが寄せられていて、それらに対しユリ・ゲラー氏は、何十年もかけ天文学者たちは太陽系外にある天体を探し求めていました。それがこうしてやってきたんだ。次はいつ来るのでしょうか。彼らから私たちは何を学ぶべきなのでしょうか。とのコメントを寄せ、最後に、彼らは核爆弾が発動しないように見張っているんだ、として締めくくりました。この動画には、それを信じる多くの方から、宇宙人が我々を守り、自滅するのを防いでくれることを願う。もしかしたら宇宙人も地球で暮らしているのでは？彼らも放射能汚染の被害者なのかもしれない。
確かに彼らは地球にいるのだろう、などの意見が寄せられています。ただ一部にはそれを否定的に見るユーザーも存在しました。中でも、ではなぜ広島と長崎の原爆投下は許されたのですか、この質問は多くの否定派ユーザーの共感を得たようです。これに対しユリ・ゲラー氏は、良い質問だ、ただそれはわからない、と素直に答えています。このようなところが彼が多くの方に支持される理由の一つかもしれません。さて、ユリ・ゲラー氏がその後に投稿した宇宙人の動画も話題となっています。機械的ではないその動きから明らかに生物だと思われます。細い体型に手、そして異常に長い指、さらに際立つのが大きな頭部とそれを支える細い首とのアンバランスさです。いわゆるグレイに近い宇宙人なのでしょうか。そしてこの動画に添えられた彼のメッセージにも驚愕させられます。親愛なる皆様へ、この宇宙人はかつて私が宇宙飛行士エドガー・ミッチェルに連れられて訪ねたヴェルナー・フォン・ブラウン博士の施設で見た遺体姿の宇宙人と同じタイプです。私の記憶が正しければ、そこにはガラス容器に入った8つの宇宙人遺体がありました。その施設とは NASA 基地にあるもので、と前述したヴェルナー・フォン・ブラウン氏の施設での出来事に触れ、さらにそこで見た遺体の宇宙人と今回の動画の宇宙人が同じタイプだと認めたのです。政府の動きとユリ・ゲラー氏の主張。ユリ・ゲラー氏はアメリカ政府に対してこれまでに何度も宇宙人の情報を公開するべきと訴えています。もちろんアメリカ政府もこれをただただ無視し続けたわけではありません。次第に世論の圧力が強くなっていることもあるでしょう。2021年、アメリカ国防省ペンタゴンが UFO 宇宙人に関するレポートを議会に提出しています。ただそれは世間の期待を大幅に裏切るような内容でした。144件の映像分析を行った結果として、現状では UFO 宇宙人の存在を肯定することも否定することもできない、さらなる検証調査を実施するには予算及び時間が必要、という何ともお粗末な内容の報告です。これに対しユリ・ゲラー氏は、宇宙人は少なくとも50年以上にわたり地球とコンタクトを取り続けているはずだ、間違いなく宇宙人は存在し、この事実はオバマやトランプなどの歴代大統領は知っているはずだ、と主張し、報告書を真実を隠蔽したものとしたのです。2023年にはお隣のメキシコ議会で UFO に関する公聴会が開かれています。この公聴会では宇宙人実在の証拠として宇宙人のミイラが公開されたのですが、これが波紋を呼ぶことになりました。このミイラは2017年にペルーで複数発見されたものの中の1体とされています。ミイラと一緒に X 線写真や分析結果なども提示されましたが、議会ではミイラに対して懐疑的な見方がほとんどでした。しかもこのミイラを鑑定したグイド・ロンバルディ博士が、あの宇宙人のミイラは人骨を使って偽造されたものだと暴露する始末。これが事実ならまさに茶番です。こうした経緯からこの公聴会には変な関心が集まり、結果的にこれで UAP 問題は大きく後退してしまったと元米海軍パイロットのライアン・グレイブス氏は非難の声を上げています。この件に関しユリ・ゲラー氏も、あくまでも個人的見解だがミイラは本物だと考える、これは宇宙人が存在する証拠の一つとなるはずだ、さらに言うなら宇宙人のミイラや遺体がまだまだ発見できる場所もきっとある、宇宙人の中には卵のようなものが入っていたはずだ、ペルー大学で究明された物質には地球外元素であるオスミウムが含まれることが分かっているが、その物質こそが宇宙人の卵に違いない、ただこのミイラが純粋な宇宙人ではなく人間とのハイブリッドの可能性もあるだろう、との声明を出しました。この発言に敏感に反応したのが A 氏デイリースターです。デイリースター氏はユリ・ゲラー氏へのインタビューで、他に宇宙人のミイラや遺体がある場所は、との質問を投げかけました。するとユリ・ゲラー氏は、イースター島、そしてエルサレム、どちらも何千年も前から UFO の目撃情報がある場所で、そこにはエネルギーが集中する可能性が高く、必然的に
宇宙人のミイラや遺体が存在する可能性も高いと答えています。果たしてその真偽が解明される日は来るのでしょうか。ユリ・ゲラー氏の予言。2022年、この年にユリ・ゲラー氏が大胆な予言を行い注目を集めています。国葬の時にロンドンの空に注目、 UFO も敬意を表したいのでしょう、女王に神のご加護を。エリザベス女王の国葬の日、ロンドンに UFO が現れるとの予言です。この予言通り、国葬後ユリ・ゲラー氏の SNS には UFO の画像や映像が次々とリプライされました。ユリ・ゲラー氏は、全てが本物と断定する方法はないとしたものの、彼の予言が世界中に影響を与えたことは間違いありません。これまでも彼はイギリスの EU 離脱をテレパシーで中止する、座礁船を念力で動かそうと呼びかけるなど、その言動が注目を集めてきました。ここで前述した彼の言葉が頭をよぎります。私たちにはもっと大きなことをなせる可能性の示唆、その前兆に過ぎない。この件についてユリ・ゲラー氏は、私たちの過去、現在、未来、それらを超越した超文明と関係があります。この文明は我々がなすべき使命を示しているはずです。とも語っています。そんな主張をするユリ・ゲラー氏に次のような質問が投げかけられました。今後数年で地球にはどのようなことが起こるのか、と。確かに誰もが気になる質問ですね。それに対する彼の回答がまた興味深いもの。3年以内に素晴らしく壮大な出来事が起こるでしょう。それは地球外部との大きな接触です。ただし、それは私たち人類の心構え次第で大きく変わります。大変緊密な接触なのですが、人類の準備ができていなければ失敗に終わるでしょう。現在では私も全てを知っているわけではありません。もう少し時間が経てば、より詳しくお話しできると思います。と、ユリ・ゲラー氏によれば、2025年までには何か大きな出来事が起こる可能性があるのだと。にわかには信じられないかもしれませんが、ただ彼の発言はいつも具体的であることは間違いありません。それゆえに信憑性が高くも低くも感じられるのですが、宇宙からの力で超能力を発揮するというユリ・ゲラー氏、もしかすると彼は宇宙と地球との接点を正常に行う使命、来る新時代に向けて私たち人類の心構えを悟すという使命を担っているのでは？スプーン曲げという超能力で突如人々の前に現れた彼を、私たちの多くは普通に受け入れました。そしてそんな彼が発する宇宙論も、気がつけば私たちに広く浸透しています。知らず知らずのうちに、私たちの中には彼の言う心構えが培われているのかもしれません。これがユリ・ゲラー氏を通して行われた練りに練られた宇宙人の戦略だとしたら、確かに壮大な計画と言えるでしょう。さて、やはり一番気になるのが、果たして宇宙と地球との接触とはどのようなものかということ。ユリ・ゲラー氏の発言、宇宙人は核爆弾が発動しないように見張っているを信じるなら、平和的なものであると思われます。ただし、地球人が宇宙人の期待をこれまで裏切り続けてきたとしたらどうでしょう。それまでの彼らの行為が敵意に変わっても不思議ではありません。そうならないことを祈りつつ、今後のユリ・ゲラー氏の発言に注目しておく必要がありそうですね。ユリ・ゲラー氏の予言と宇宙人、あなたはどう思われますか？